私は昭和51年生まれです。戦争を知りません。私は平成2年生まれです。私も戦争を知りません。僕は平成3年生まれです。僕も戦争を知りません。僕は平成7年生まれです。もちろん戦争を知りません。でも戦争を知らなくても見たことや聞いたこと、感じたことを伝えていくべきだなと思います。それが今の平和な日本で暮らせている我々にできることの一つではないでしょうか。恥ずかしいのですが、戦争についてはいくら調べてもわからないことだらけです。でも、この同期の桜は特攻隊の美化でもなく、もちろん戦争参加でもありません。心ならずも日本を守るために命を捨てざるを得なかった人たちの物語です。劇作家の榎本重民先生の作品に、同期の桜という舞台があります。バックで流れている曲と同じタイトルです。昭和42年に初演された名作で、今回はご遺族の許可をいただき、約4時間に及ぶ作品を抜粋して朗読の形でお届けします。戦争を知らない僕たちが、この作品から感じたことをお伝えできればと思います。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部、12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は今日未明、西太平洋においてアメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり。開戦以来、一時優勢を伝えられた日本軍も、昭和18年2月、ガダルカナル島撤退以降は全く振るわず、山本五十六連合艦隊司令長官の戦死、アッツ島玉砕と戦況は日増しに不利になっていった。兵役を免除されていた学生も、学徒動員の形で激戦地へと送られた。この物語は、宮崎県島浦の第14期海軍飛行予備生たちを主人公としたものである。このため政府は、昭和18年9月23日、全国の大学、高等専門学校などに在学中の学生の徴兵猶予を停止、国内戦時体制の強化に努めた。学生たちも、直ちに本籍地ごとに徴兵検査を受け、病気の者、入隊延期の理工科の学生を除く全員が、祖国の急を救うために、今日よりは帰り見なくて大きみの、四股の見立てといでたつ我は、と、ペンを持つ手に銃剣を取って出陣することになった。今日よりは帰り見なくて大きみの、四股の見立てといでたつ我は、12月1日、陸軍徴集学徒、全国の部隊に入営。その数、約1万7000。翌年1月には、普通の召集兵の半分の訓練で下士官待遇となり、飛行科の者は航空隊へ配属。第14期、海軍飛行予備学生の名で、航空士官の基礎協定に入った。その数、約3200名という。ここ、宮崎県の島浦航空隊へも、10名を超える学生が配属された。なんだ、尊敬令は。貴様らはまだ陸軍学校教練の癖が残っとる。海軍の敬令は、45度そうじゃ。貴様らは出陣学徒ちゅうやつか。要するに戦争ごっこのお坊ちゃんじゃ。海軍の厄介もんちゅうことを忘れな。
ましてここは航空隊じゃ。学問なんちゅうものは辺のつっかえにもならんけな。わしがしゃばっけ叩き落としやる。整列。足を一歩開いて歯をくじばれ。私のラバさん、中長の娘どこら。早速可愛がられたようだが、あれは庄司上等整備兵装だ。真珠湾攻撃にも行った飛行機の整備屋さんで、ミッドウェー海戦で沈んだ航空母艦赤城の生き残りだよ。それほどの経験でもまだ上等兵装だ。2ヶ月の訓練で7階級特進の士官待遇のお前らには面白くもなかろう。くそ、まんまとやられたか。2月、クエゼリン・ルオット島の日本軍全滅。アメリカ機動部隊トラック島に来襲。4月、アメリカ軍ニューギニアに上陸。あんたたちは実戦を知らんが、そりゃあ恐ろしいもんだ。真っ赤に焼けた鉄の塊がピュービュー飛んできよる。絵に描いた兵隊さんのように透かしてはおれんで、大の男がひいひい逃げ回る。わしゃ、ミッドウェーで九死に一生得てからは、もう強がらんことにしちょる。だから、あんたたち、死に急ぎしちゃならんぞ。死に急ぎは。この仲間は、全員生きて、国を救おう。そうだ。歌おう。いざ、同期の桜を。貴様と俺とは、同期の桜。同じ国に匂いし、かの山、こぶなつりし、かの川。5月25日、予備学生は全国の練習航空隊に配属され、飛行訓練に従事。9月末には各地の航空隊に分散され、激しい測定訓練を受けた。基礎協定訓練を終えると、戦局の急迫とともに前線基地へ転属させられる者が続出した。10月10日、日本は台湾沖で優秀な搭乗員と飛行機を大量に失う。20日、アメリカ軍がレイテ島に上陸。25日、第一神風特別攻撃隊、敵艦に突入。フィリピンの戦況はよほどすごいようだね。まさしく、大東亜戦争最大の決戦場さ。今までにも自爆や体当たりはあったが。どうだ。神風特別攻撃隊だ。圧倒されるよ。52型のゼロ戦に250キロ爆弾を抱えて突っ込んだんだってな。でも現地の航空隊には使える飛行機は30機しかなかったって言うじゃないか。しかし日本全土の無垢の民衆が焼き払われるかもしれない。たとえ10でも20でも爆弾抱えて突っ込まずにこの戦争が戦えるのか。それはわかるが、僕は行きたい。
国に残した母に何一つ親孝行ができないままじゃ。向こうの民衆のために働くのは厭わないが、僕を産んでくれた母に喜んでもらえるような働きをしたいんだ。君がため、何か惜しまん若桜。散りて飼いやる命なりせば。武士道は死ぬことと見つけたり。だ。今日は19年11月24日。B29、東京初空襲。20年1月9日、アメリカ軍、ルソン島に上陸開始。1月19日、アメリカ軍、硫黄島に上陸。第14期生が神風特攻隊に参加したのは、3月、南西諸島沖縄の最後の防衛作戦が開始されてからであった。10日、アメリカ機動部隊、東京を大空襲。17日、硫黄島全滅。整列！みんな、待ちに待った飛行機と燃料が到着する。指令があり次第、我が山瀬航空隊も特別任務に服す時が来た。すでに先輩の予備学生出身の士官が多数出撃。多大なる戦果を挙げ、壮烈五国の鬼と賛下した。後に続くを信ずとの英霊の声に応えるべく、今や千載一遇の好機が到来した。一矢をもって一機が一艦を葬るための奮起を期待してやまない。ただし、これは命令ではなく期待である。一家の相続、扶養に携わるべき立場にある者は特に熟慮するよう。今から用紙を配布する。これに貴様らの意思を記入しろ。熱望、希望、希望せずだ。希望せずでも構わん。秘密は守るから正直に書け。今から1630、16時30分まで考慮の猶予を与える。俺はしびれを切らしてこの日を待っていたんだ。お袋は俺が飛行機乗りに志願した時に大反対したけれど、それほど行きたいのならって許してくれた。でも、そのお袋を思うと。上の兄貴はフィリピンで戦死したらしい。次の兄貴も硫黄島あたりだからダメだろ。俺が死ぬと日野の家は断絶する。それ、大和民族あっての日野家なんだが。生まれれば必ず死ぬ。裂けば必ず散る。男子の本懐、これにすぐるものあらんや。だ。俺はもう覚悟はできている。今、俺たちが同胞の命と文化を守らないでどうする？俺は、年取った両親や、幼い弟と妹の面倒を見なきゃならない立場だが、一家族よりも全民族のために殉じる。散る桜、残る桜も散る桜。諸君の熱望に新人なる敬意と謝意を表する。
おお、庄司。しばらくだな。この度、今山瀬配属を命じられました。わしが呼んだのだ。整備不良のレデが多く困っている。今度はいよいよ14機の未熟な搭乗員が飛ぶ。そのためにも、貴様の優秀な整備の腕が必要だ。すかんの。わしは特攻機の整備だけはやりとうないです。海軍は昔から兵隊の命を大切にするのが伝統だったでしょうが。南北決死の作戦でも、今度の神風特別攻撃隊、ありゃ何です？人間爆弾にさせられてしもうて若い搭乗員たちは。庄司、命令は決してしとらん。あくまでも志願を募っとる。しかし、14機は全員が、熱望と書いてくれた。そこがスカンチューンです。熱望と書くより仕方のなく空気にとって、命令はせん言われて、誰が希望せずと書けますか。庄司、わしは、三途の川の渡し森ごたる特攻機の整備だけはようやりきらんです。ミッドウェイの生き残りの流すたりもすれば、わしが整備した飛行機で死んだ仲間に、向こうで申し訳が立ちますかいの。命令を拒否するというのか。軍法会議にでもかければよか。わしにはできん仕事です。勝手にしろ。お前だけが整備士ではない。特攻は作戦通りに送り出す。よくもまあ若い命をむごたらしくも。わしゃ、あんたを殺してやりたいわい。第14期飛行予備学生は、飛行時間わずか100時間前後という未熟な訓練を受けただけの、かろうじて間に合わせの特攻隊員として、九州南端の基地から続々と飛び立っていった。ついに、神風特別攻撃隊員となる。悲壮な祖国の姿を眺めつつ僕は行く。全人生を込めて、僕の青春は駆け足に入った。お手紙、誠に感無量の思いです。まだ生きていたかと驚かれるでしょうが、私も今こうしてお返事を読もうとは思いませんでした。信州絶対不滅の確信を持ちつつ死ねるのを喜んでいます。ゼロ戦の最新型に500キロの爆弾を抱いていきます。陽光をうららかに、頬を撫でて過ぎる風。基地の空はあくまでも平和です。もうすぐ死ぬようには思えません。8月1日、アメリカ軍、沖縄本島に上陸。7日、不沈戦艦ヤマト、沈没。母ちゃん、この間の面会が最後でした。気づいておられただけに、私も辛かったのです。どうか、あまり泣かないでください。毎日聖書を読んでおります。一足お先に。天国へ参ります。入れてもらえるように、母ちゃん、祈ってください。この手紙、人には見せないでくださいね。恥ずかしいから。母ちゃん、今までありがとうございました。母ちゃんのいなり寿司、
もう一度食べたかった。父上様、母上様、24年、手塩にかけて育てていただきましたが、これでお別れいたします。どうぞお嘆きなく、お健やかにお過ごしのほど、祈ってみません。では、さようなら。ごきげんよう。この手記は、僕の最後の贈り物です。我、日本史の発展と世界史の創造に参加し得たるを喜ぶ。薫風一陣、麦の穂青し。我が最後は、昭和20年4月29日、1800より1830の間なら、そろそろ飛行機のプロペラが回り始めます。いでて帰らぬ飛行機ですから、戦果のご報告はできません。最後に、金銭の貸借関係なし、夫人関係なし、神風特攻隊の学徒は、すべて信州の不滅を信じ、悠久の大義に生きるべく、笑って七に赴いた。というように、我々の姿を単純に美化して後世に伝えたりしないでください。少なくとも、我々を七に赴かせるあなた方戦争指導者の口からはおっしゃいませんように。それは学徒への、思索する人間の死を冒涜することですから。電気、整備完了。ご苦労。俺の棺桶、綺麗にしてくれただろうな。なっとるなっとる。絶対に生きて帰る心配はなか。ドンピシャル死ねばい。ありがとう。これ、チョコレートとキャラメルだ。子供さんに。世話になったな。そげなことは。気をつけ。本隊を神風特別攻撃隊、雲井隊と命名する。まさしく。広告の気球、存亡をかけた最後の決戦に他ならない。どうか、一騎一貫を葬り、差し違えてくれ。九死に一勝ではなく、十死ゼロ勝の攻撃を命ずる以上。命ずる本官もまた、死んでいるのである。諸君の、成功を、切に祈ってやまない。以上。賢治。雲染むかばねとし果てし、若き学徒の御霊よ、いざ、
帰りたまえかし、恩美の守れる故国に。かけがえなき命をかけて、恩美らの守れる故国。あるいは今、故国の姿、恩美らの思いしごとくにはあらざるやもしれず。されば我ら改めて誓わん。この平和を美しく清らかに、固めし守り継がんことを。いざ、若き学徒の御霊よ、もろともに連れ立ちて、いざ帰りたまえかし、懐かしきふるさとの空に、いざ眠りたまえかし、懐かしきふるさとの土に。